背番号14番、北野純也です。よろしくお願いします。そうですね、ちょっと天候が、雨が降ってきて、今強くなってきました。そうですね、雷予報もちょっと出てたんで、ちょっと心配ですけど。鈴鹿ボールでキックオフです。はい、はい、はい、そうですね。もうちょっと声張って、はい、鈴鹿ポイントゲッターズでいうと、橋本選手、4番橋本選手ですね。で、三尾琵琶湖滋賀は、11番の坂本選手、毎年結構得点争いの上位に来てるんで、得点を取らないとしてもそこに引きつけられて他の選手が空いたりとかっていうことがあるので、ちょっと注目というか、危険な選手だと思います。そうですね、はい、ですね。そうですね、セカンドボール結構大事だと思います。グラウンドがちょっと雨の影響で
スリッピーになってるんで、ディフェンス行った時にちょっと切り返しとかに対応しづらい感じなんで、そうですね、気はだいぶ使いますし、技術の差が結構出るコンディションだと思いますね。ミオの方は結構シンプルに前に入れてきてますね。鈴鹿の細かいつなぎに対して、ミーヨは前からあまり来てないですね。いやー、ナイス。前から比較的来ないので、後ろのエリアではボールは持てますね。いいチャンス。鈴鹿の、今ボランチの選手が、最終ラインのところに落ちて作っていたところでの横パスのミスからのショートカウンターという形なので、はい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 、今パスがちょっと弱くなったところで、ミススタートとかでも、守備のスタートとかっていうのは、5を切るんで、今それがちょっとパス弱いって感じたところで多分スタート切ってでボールカットにつながったっていうことだと思います。はい、ちょっとバタバタしてますね鈴鹿の方。入ったことによって前から来るようになりましたね。1回目で行けなかったときはこうちょっと、守備を固めるというか行かないでちょっと陣地を守るっていう形から、さっきみたいに何かのきっかけでスタートしてくるという感じですね。そうですね、今結構前に出てきてて相手勢いが前に出ているんで、背後使ったりだとかワンタッチとかで、つなげるところに早くサポート入ったりだとか、ちょっと早め早めのがいいかなと、それ心がけた方がいいかなと思います。そうですね、はい、
ただ単に入れても跳ね返されるって可能性が高いので今横パスがちょっと多くなっているかもしれないですね。ミオのこう守備陣に結構声でコミュニケーション取ってる感じですね。今結構スペース狭いので、でそこにどんどんガンガン突っ込んでいくっていうのもちょっと相手に引っかかる可能性が高くて、さっきみたいにやっぱカウンターっていうの怖いので。そういうところで前に踏み込みにくくなってるっていう状況だと思います。早めのリスタートですね。そうですね、ちょっとうまくいってない時間が続いているんで、セカンドボール相手に取られてるんで、そこも少し鈴鹿側は取らないとリズムが出てこないですね。今なかなか前につけれないんで横パスがちょっと多くなってますよね。やっぱサイドからの攻めになってしまうと思うので、やっぱそこからのパスの質だとか、スペース作りだとかっていうのが大事になると思います。そうですね、しっかりとブロック組んで、入ってきてミスが出たところに前に、カウンター仕掛けていくっていう感じが見て取れますね。キーパー出てると思ってロングシュートしましたね。カットされてたりとかミスになったりすることが多いので、そのカウントにつなげられやすくなってますね。
斜めの動きだったり背後の動きってちょっと少なかったので、ああいうの有効だと思います。そうですね、斜めとかに入ってくるとスペースできやすいので、そこのできたところに誰かが入ってきたりとかっていうのがもっと非常にリズムだったりチャンスが、広がっていくと思います。そうですね、斜めだとその突いてた選手から他の選手のところに走っていくので、相手がちょっと嫌がったりとかしたりすればどちらかがリードで状況が生まれやすくなります。さあ後ろから西村探っていきます。さあここどう攻略するかですね。はい、はい、さあいいパスが入りました。さあ右サイドに展開。さあここついていきたいですね。ナイスクリア。1本目ですね。もう世界のサッカーでもセットプレーで点が入る率が 15%、30% ぐらい占めてるっていう。そうですよね。このセットプレーはもう個人戦術になるんですかね。はい、さあもう一度コーナーキックですね。さあここを守りたい。さあ集中という声も飛んでます。そうですね、さあさあ北野選手今フリーだったんですけど、これは鈴木かは全員戻ってるけど空いてしまったということですかね。はい、これさっきとまた違うコーナーキックの形ですね。ゴール前に密集してますね。さあここ防ぎたい。さあこの後ですね、セカンドボール。さあ岩脇選手ナイスクリア。さあここはカウンターを阻止したということでイエローカードですね。
今田村選手ですかね。田村選手は本当にスピードがね速いんで、さあ西村からロングボール入りましたがクリア。さあシガーボールに変わります。さあうまくいかないときにどうチームで声を掛け合うかっていうのはすごい大事ですよね。はい、うん、はい、はい、さあ右サイド菊島、さあ惜しくも合わず、さあ鈴鹿ボールのスローインです。ここはキーパーキャッチですね。ここの、はいはい、さあどこで取りに行くかですね。さあここマイボールにしたい。さあこの後ですね、お、さあここドッジボールなのか、そうですね背番号、はい、さあシガボールで始まります。さあ前半22分ですね。ちょっと風もあるんですね今。さあ給水タイムです。さあ前半約まあ20分経ったと思うんですけど、北野選手から見て今どういう展開になっていると思いますか。はい、はい、はい、そうですね。今ボールをどこで取りに行くかっていうのが鈴鹿側はなかなか定まってない感じなんですかね。はい、そうですね、スタンドでね僕ら今実況させていただいてるんですけど、声が
志賀さんすごい届きますよね。そうですね。さあもう一回、さあここの切り替えですね。さあここは給水後の入りで失点、背番号44番松本翔選手ですね。今やはり1失点目と同じでミスからですかね。そうですね。さあここですね、鈴鹿正念場です。さあ今今井から自分たちだぞという声が、さあまだ前半25分ですからね、まだまだ下を向く時間でないので前を向いて頑張ってほしいと思います。そうですね。さあここのセカンド拾いたいですね。さあ足がボール、はい、うん、はい、そうですね。さあまた西村が後ろに落ちて作っていきます。さあ縦パス、ここですね、はい、さあさあ海口のクリア、そうですね、立て続けに、ここはやっぱりコミュニケーションのところなんですかね。はい、さあここシガーボールです。さあコーナーキック、さあここ集中して守りたいですね。そうですね、そこをどう修正しているかですね。はい、はい、先ほどは密集ゴール前に志賀さん入ってましたが、今回また違う形ですね。さあここ、さあセカンドボール、さあ松木が拾います。松木は本当このプレー得意ですよね。前へ前へ、はい、うん、ね、松木選手はファジアーノで怪我に泣かされ、いろんな覚悟を持ってねこのチームに来てくれたと思うので、その思いを表現してほしいですね。そうですね、はい、じゃあここをもう2タッチとかでシンプルに早く
動かすっていうのがキーポイントになるんですかね。そうですね、サポートがないとパス出せないですもんね。さあここシガーボールになります。さあここどう寄せていくかですね。さあ大きいボール入りました。さあ左サイド、さあ橋本から大きい展開。今のも田村斜めの動きですかね。はい、さあ縦パス、さあ仕掛けろ。さあ右サイドに展開。さあ菊島からのクロス、惜しくも合わず。はい、さあもうあっという間に前半30分ですね。さあこの後、さあ大きくクリア。今のクリアはラインを上げるためのクリアですかね、シガーさん。はい、さあ菊島、長富選手初シュートですかね。右サイドバック菊島選手、菊島選手はいいシュートね、持ってるのどんどん打ってもいいのかなと思います。さあここはい、さあ今へ運んでいきます。はい、はい、ここですね、後ろの選手が持った時の、はいはい、はい、さあいいパ、さあさあ志賀さんのカウンター、はい、使い分けていますね、志賀さん。さあ松木のナイスディフェンス。さあナイスクリア、今井ですね。さあここで流れ変えたいですね。
さあここチャンスですよ。はい、さあいいボール、ああ入りました。橋本のクロスを上田、さあ今日もセットプレーでした。20番中村のゴールですね。はい、さあナイスプレー、さあもう一回行こう、ナイスクリア、そうですね、お上田のいい仕掛けですね。はい、さあセカンド、やっぱり得点が与える影響というのは大きいんですね。流れが一気にね鈴鹿に来ましたね。はい、あ惜しい、さあここもセカンド、今ちょっと危なかったですね。さあ流れ来てますよ。はい、そうですね、ロングスローですね。これも言ったらセットプレーと同じような状況ですもんね。はい、さあここ志賀さんのクリア、さあクロス、はい、そうですね、はい、この流れでもう1点欲しいですね。
さあ中村が出たスペースをうまく今井がカバーしましたね。ナイスカバーです。さあそうですね、そうですね。さあここもう1点欲しい。さあここ海口からロングボール、この後ですね。惜しい。さあまだ鈴鹿ボール、惜しい。さあこの切り替え、そうですね。さあナイスプレー。さあいい声出てきました。さあ前半40分、さあここ拾いたい。さあ菊島の、でもこれは菊島の武器ですもんね、シュート力というところは。はいはい、そうですね。こうやってシュートで終わるっていうのも、そうですね。さあセカンド、この後ですね。さあ切り替え切り替え、ここもう一踏ん張り。さあここですね、ここですね。そうですね、思いが出てますね。さあこの後大事になってきますね。そうですね。さあもう一回、もう切り替えですね。さあここの後セカンドボール拾いたい。コーナーキックですね。さあここみんなで声かけ合って、はい、そうですね。さあここ防ごう鈴鹿。さあカウンター。さあいい展開、さあここまた鈴鹿拾います。さあここシーガーさん防ぎましたね。はい、
そうなんですよね、うちのチーム多いですね。さあこの後さあここはうんうん、そうですね、ただ腰あたりを痛めたようですね。はい、さあ大丈夫というサインが出ました。45分ですね、ロスタイムの表示が出ますかね。さあロスタイムが3分ですね。はい、そうですね、ちょっと配置が変わってますね。そうですね、雨降ってきましたね。さあ中村選手ナイスカバー、結構強い雨降ってきましたね。はい、こう見ると松木は本当に空中戦強いですね。身長が170センチですね。あとタイミングなんですかね。うん、小柄なね、育成年代の選手にもいい希望になると思いますね。さあここ拾いたい。上田選手の顔に手が入ったんですかね。さあここまたセットプレーですね。ちょっと遠いですかね。はい、何が起こるかわからないですもんね。さあここ1点。さあ橋本、う、惜しくもそれましたね。さあここで前半終了。1対2で滋賀リードで後半を迎えます。さあ今我々鈴鹿ポイントゲッターズはですね、三重県初の J リーグを目指して戦っております。でその中でクラウドファンディングをさせていただいておりまして、今第一目標クリアさせていただきまして、今第二目標に向かって、実施しております。でまた我々ですね、勝利球というものが
ポイ活っていうもので、組んでいて、まあ普段のチームだと、多分なかなか行っていない仕組みだと思うんですけど、その概要などをですね、YouTube のページの方に URL 貼ってありますので、一度見ていただいて、我々がどんなチームなのかっていうのを知っていただけたらなと思います。引き続き、皆さんサポートのほどよろしくお願いいたします。じゃあ、北野選手、今前半を振り返っての総括をお願いいたします。はい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 。そうですね。後半45分あるので、また引き続き皆様ご視聴よろしくお願いいたします。
さあ間もなく後半キックオフなんですが、北野選手ちょっとねすごい雨になってきて、 YouTube の映像もちょっと見づらくなってしまうかもしれないんですけど、最後までお付き合いください。さあ雨の中でもねピッチに出てる選手は戦ってるんで、僕たちも最後までしっかりやりましょう。そうですね、さあこれピッチ状況がどうなるかですね。さあキックオフもう一度やり直しですね。さあキックオフ、そうですね今蹴った後見てもちょっと溜まってる感じは見受けられますね。はい、さあここカウン、惜しい、そうですね、さあここ鈴鹿ポイントゲッターズのメンバーがちょっと変更ありますね。ボランチの西村選手と海口選手、お、惜しい、川森選手のロングシュートです。ボランチの西村選手と海口選手に代わって25番出岡選手、13番蓮沼選手が入りました。また2人もね特徴が違う選手なので、そうですね、出岡選手は三浦泰年監督になって初の出場ですかね。彼もいろんな思いを抱えてピッチに立ってると思うので、なんとか結果を出してほしいと思います。そうですね、完全に溜まってますね。こうなるとまたサッカーは変わってくるんでしょうか。はいはい、はっきりとしたプレーですね。さあここ志賀さんのスローイン、さあこの後セカンドボール、川森からロングボール、このボールですね。はいはい、これは志賀さんもやはりつなぐのは難しいんですかね。さあ田村、さあここはファールの判定です。さあここで一回雨のため、はい、そうですね、中断ということですね。さあここはやはり仕方ないですかね、天候は。そうですね、今僕たちがいるスタンドにも雨がどんどんかかっている状況で、皆さん映像がねちょっと見づらいかもしれないですが、さあここで中断ですね。ちょどのくらい中断かはまだわからないですかね。そうですね、 YouTube の映像でも水たまり確認できますね。そうですね、
さあ雨が止む気配がないですね。皆様今しばらくお待ちください。今ね、たくさんの方がこの YouTube を見てくれていると思うので、我々鈴鹿ポイントゲッターズについて少しお話をさせていただけたらなと思います。我々はですね、三浦康俊新監督を迎えて後期のリーグを戦っております。で、今三浦康俊監督のもと激しい練習でスタメン争い、メンバー争いを繰り広げているんですけど、北野選手から見て三浦康俊監督の印象を教えていただけますか。そうですね、すごい話しかけてくれて冗談とかも言ってくれるので、はいはいはい、うん、はい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 、うん、三浦康俊監督になって本当にベテラン若手関係なく本当に厳しい言葉をかけてくれて、でもその言葉がね、僕たちを成長させるために言ってくれているなというのをすごい感じますね。
さあ皆さん、先ほどは話の途中で音声が中断してしまって申し訳ありません。今ですね、ようやく4時27分にキックオフ予定ということで、はい、今両チームがアップしてますね。で、いろんなねコメントの中でも、実況中村優斗、そんな普通でいいのかというコメントもいただいております。まあ、まずはねしっかりこの仕事を全うして、その中でいろんな情報をもっと入れていけたらなと思います。じゃあ皆様、あとし、もうしばらくですね、あと2分お待ちください。あ、そうですね、雨はちょっと小雨にはなったんですけど、やっぱりピッチコンディションは、そうですね、画面でも伝わるかな。さあ、このピッチコンディションがどう出るかですね。僕は、ドイツで3年プレーしてたんですけど、ほとんどピッチコンディションがこういう感じでしたね。晴れの日もぐちゃぐちゃしてて、なのでドイツ人ってやっぱりなんていうんですかね、踏ん張る力とかフィジカル、はいはい、がやっぱり強いのかなとドイツ行って学びましたね。さあ今笛が鳴って、ようやくキックオフ再開ですね。で今ですね、映像の方で、先ほど前半何分とかいう表示があったと思うんですけど、後半はこの表示が入らないということなので、中断したためそこの表示がなくなってしまうので、はい、こちらで時間はお伝えしていきたいと思います。さあ、ここチーム一丸で、はい、戦って勝ちたいですよね。ここはこうなるとつなぐサッカーというよりは、やっぱりさっきね北野選手が言った通り、前に前にっていうサッカーになると思うので、やっぱりそこはメンタル面も大事になってきますよね。はいはいはい。さあ、志賀さんのキックでスタートですね。そうですね、はい。さあ、今一度皆さん共に戦っていきましょう。さあ、再開です。さあ、ナイスプレー、鈴鹿のコーナーキックですね。さあ、セットプレー、3点取りましたもんね。お、出岡選手、僕も出岡選手もね、なかなか試合に絡めなかったので、やっぱりここでね頑張ってほしいなっていう気持ちが僕は強いです。はいはい。さあ、ここ1点、このセカンドですね、この後。さあ、コーナーキック、一回上がってましたね。はい、さあ、ここもう一回、はい、変わりましたね。うわ、さあ、ここがゴールキック。さあ、切り替えて、
やっぱね、中村俊輝選手はとにかくフィジカルめちゃくちゃ強いので、やっぱ後ろにああいう選手いると心強いですよね。本人も筋肉でサッカー界を変えるっていう目標があるので。さあここセカンドボール、もう一回拾いたい。さあ、あ、惜しいな。そうですね、狙っていきたいですね。さあこの後、そうですね、はい、ここも止まりますね。さあナイスプレー、ここは菊島選手のロングスローですかね。さあここ大事にしたいですね。さあここで、さあこの後、さあ今志賀さんメンバー交代ありそうですね。さあこの後、4番の山田選手と、あ、16番はですね、僕はね見たことあるんですよ。昨年までね彼と一緒にプレーしてました。鈴鹿ポイントゲッターズですね。去年一緒に戦った小口大二選手入ってきます。はい、小口選手本当にね人のために走って戦う選手なので、ちょっとここは脅威になると思います。はい、でもこうやってかつての、ね、仲間とまた戦えるっていうのは嬉しいですね。さあ右サイドから攻略。さあこの後、さあ、あ、ここはオフサイドですね。今こちらですね、ちょっと晴れ間も見えてきましたかね、ちょっと明るくなってきました。ただピッチコンディションは変わらないので、このサッカーを最後までやれるかどうかが鍵になると思います。そうですね、はい。さあここまたセカンドボールものにしたいですね。この後ですね、こういうとこ小口選手強いんですよね。今もやはり負けてないです。はい、
さあ橋本選手から松木選手へ、さあハンド、さあこの後この後、さあ切り替えよう切り替えよう、そうですね、どうしても止まりますからね。さあここは交代選手もね鍵を握ると思うんですけど、さあコーナーキックで僕と北野選手も前節メンバーに入って今節は外れて、でもその中でねしっかり一人一人戦ってるからこそ生まれる競争だと思うので、入った選手に本当に頑張ってそして結果を出してほしいですね。さあコーナーキック、キッカーは橋本選手ですね。さあ完全に晴れてきました。そうですね、ゴール前に固まって、さあ切り替え切り替え、さあ川森選手に代わってきました F ライン凛太郎選手、はい、そうですね、凛太郎選手の高さ武器になりますね。さあ川森選手ナイスプレー、そうですね、でもよく三浦康俊監督が言うのは環境のせいにするなっていうのをよくね僕たちに言ってくれるので、まさに今その状況なのかなと思います。言い訳にできる環境ではありますけど、それも跳ねのけてしっかり勝ちに行きたいですね。さあロングボール、そうですね、はい、あと何分だっていうコメントがありますね。そうですね、今時間確認しますね。今ですね12分経過したところですね。そう今ね皆様にはあと何分かという表示がねちょっと中断していたので出ないので申し訳ないんですが、また都度こちらで伝えていきます。はい、さあロングボール、大口選手と、ね、今井選手は去年の練習からもバチバチやってたので、なんか懐かしいですね。でもやっぱねサッカーああいう球際で逃げてたら戦えないと思うので、はいはい、さあここセットプレー、さあゴールキックの判定ですね。はい。
そうですね。なので今のうちに1点欲しいですね。さあここも止まるかな。ナイスキーパー。あそこの判断ですよね。難しいですよね。凛太郎の高さでゴールをっていうコメントも来てますね。本当その通りですね。やっぱね苦しい時に頼りになる男なので。そうですね。太郎選手と競ったのが2番の林選手ですね。身長165センチですね。それはやっぱりね、凛太郎選手とあえて競り合うっていうのはやっぱり空中戦というのは高さじゃないんですかね。はい、さあこの後さあ橋本、ああ惜しい。その後ここも止まりますね。さあ次次、今日見に行きたかったからリモートでも見ることできてありがたいです。なんかねこういう言葉を言っていただけると、今日はね僕と北野選手のまあ慣れてない実況というねご迷惑をおかけしてますけど、選手戦ってますので一緒に応援していただけたらと思います。はい、まだまだですね、時間はあります。もちろんねスタジアムでお客さん見に来ていただきたいですけど、こうやってリモートででもコメントもねしていただけるとなんかつながっている感じを得られるので嬉しいですね。はい、そうですね。ピッチでね選手同士で厳しいことは言い合って本当に勝ちを目指しているので、この後そうですよね。さあここ、さあ今凛太郎選手が仕掛けてノーファールですね、ゴールキック。さあ凛太郎、次だ次だ。さあまだ18分、時間はあります。もう一回みんなで戦いましょう。はいはい、そうですね、ここですね。今の一発がやっぱり怖いですね。はい、うまい、はい、ナイスプレー。
さあここナイスプレー、コーナーキックです。さあこの後そうですね、さあこの後あ今コメントでですね、ミオのサポーターの方から中継ありがたいですと、なんかねこういう言葉いただくと本当に嬉しいですね。同じリーグの仲間なので、なんか共にね戦ってる感じがして嬉しいですね。実況不屈の闘志の中村選手はてなってきました。はい、不屈の闘志の中村です。はい、そうですね、専修大学時代のあの玉際の魂の目つきをしてきましたね。またさあここ志賀さんのセットプレー、この後ですね、セカンドボール、さあ松木選手ナイスプレース、ナイスプレー、さあここ守りたい、なかなかやっぱ難しいですねこのピッチは。はい、そうですね、さあ次だ凛太郎、さあここで今前半23分を迎えるところですね。はい、でもね今ねコメントがすごい来るようになって嬉しいですね。あ、今ですねメンバー外となった選手たちがグラウンドピッチコンディションをですね整えるために、はい、水はけをしてくれています。で僕たちは今選手が38人いるんですかね。でその中でメンバーに入れるのは18人だけで、もちろんね僕と北野選手も試合に出たいし悔しい思いはあるんですけど、それぞれが与えられた役割があって、で僕たちは鈴鹿ポイントゲッターズの一員なので、チームが勝つためにそれぞれ与えられた役割を精一杯やるっていうのはすごい大事だと思うし、そういうチームが最後ね優勝するんだと思うので、僕たちもここで今日は実況ですけど、はい、共に戦っていきましょう。そうですね、さあベテランの野口選手、坂田選手もやってくれてますね。なんかこういうのがワンチームな感じがして僕はすごい泣きそうになってくるんですけども、すいません、こういうの涙もろいんです。すみません、試合に戻りましょう。さあここで再開ですね。はい、そうですね、はい、ジン君、ジュニア君2人も頑張ってます。
やっぱこうやってコメントいただけるのはすごい嬉しいですね。さあ、キック島から長いスローイン。そう、ここね、小口選手本当強いんですよね。はいはい、新しいスタジアムができるのが待ち遠しいですね。本当待ち遠しいです。今ね、近くに社長がいるんですけど、まだですよということを、はい、伝えてくれました。さあ、ここは菊島選手からのロングスローですかね。はい、そのエフライン選手に、さあ次だ次だ、チェントクオーレハリマサポーターの方を見ていただいてありがとうございます。藤田康平選手には去年ね、すごいお世話になって、今も彼もハリマさんの方で頑張ってると思うので、またいつか対戦したいですね。さあ、上田から長いボール、さあここ拾いたい、さあここはファールとなって9番の国領選手ですかね、あ、山内選手です、すみません失礼しました、にイエローカードが出ました。さあ、いいボール入った、この後、いや、ナイスクリアですね、志賀さん、うまい。でもこれをやり続けるしかないですよね、じれずに。そうですね、今何分ですか、27分になりました。ちょっと風もね、さっきより強くなってきましたかね。さあ、この後上田選手拾って上がります。さあ、ロングボール、松木選手はね、本当にジャンプ力があるんですよね。さあ、もう一回もう一回、この田村選手の姿勢はね、素晴らしいと思うんですよね。今クロス上げてゴールラインを割ってしまったんですけど、すぐ切り替えて下がりましたからね。シュガー今右変わりましたね。そうですね、惜しい。実況解説の方は北野君と佐藤君ですか。ですね、佐藤和馬は僕とまさに同じキャラをしてるんですけども、今日は佐藤和馬はメンバーに入っていて、今日は中村優斗がお送りしております。そうなんですよ、風が、ね、結構強いので、風の音は入ってるかもしれないですね。さあ、出岡選手ナイスプレー、
からロングボール、さあこの後さあ切り替えだ、切り替え、後半30分になりました。さあここそうですね、少しずつ引いてきましたかね。ここもロングボール、この後ですね、重要なのはこの後、ナイスボール惜しい。三浦康俊監督はどんな監督ですか。もうとにかく熱いです。本当にサッカーに対しての厳しさも知ってる方だと思うので、僕たちに対してもそれを伝えてくれるので、やっぱり僕たちの中でもサッカーに対する取り組む姿勢というのがより強くなったと思うんですよね。そうですね、いい声出てますね。はい、後ろからね、ああいう声が出るのはすごいチームの雰囲気はね、上がると思うので大事ですね。さあここでシガーさんの選手交代ですね。そうですね、はい、ティアモから加入した選手ですね。はい、での出場ですね。すごいね、経験のある選手だと思うので、ここは気をつけたいですね。そうですね、大きいですね。はい、さあこの後、今でもナイスキーパーですね。はい、はい、おー、ナイスパス、さあ次だ次だ、そうですね、強いですね、あそこね。さあ、デオカ選手からロングボール、さあ岡本選手のロングパス、そうですね、ナイス、蓮沼選手、
こで鈴鹿選手交代ありそうですね。この後惜しい。さあ次だ。はい、鈴鹿のスローインですね。あと10分切りましたね。来た、おー、さあ今井選手のゴールですね。やりました。ナイスプレー。今のロングスローですね。今週ね、三浦泰年監督もロングスローどんどん使っていいという話をされていて、その中で結果が出ましたね。ロングスロー投げたの上田選手ですか。上田選手です。さあここです。こここの後さあここで志賀さんのちょっと今何番か9番山内選手ですね、ちょっと足を痛めましたかね。ちょっと足が入ってしまいましたか。はい、さあお互い声をかけ合って立ち上がりましたね。そうですね、さあこの後ナイス菊島選手、本当にね彼もフィジカル強いんですよね。中村俊樹選手同様。さあここで来ました、山内選手準備してますね。さあここもチャンスですよ。さあもう一回、まだあります。でもシュートで終わるのはね、いいことですね。はい、さあここで山内選手入ります。
山内選手もね本当に苦労してきたと思うんですよ。前期は出場なし、ベンチ入りも一回もなかったと思うんですよね。でもその中で、前節は僕もメンバー入らせてもらって、で今節はね出岡選手、山内選手こうやって試合に出場して、やっぱり努力頑張ってればいいことがあるんだなっていうのを僕は思います。だし三浦康俊監督は見てくれてますよね。さあチャンス、さあスローインですね。あ、そうですね、ビハティン三重の方で一緒にやってますもんね。彼も怪我で、そうですよね。さあこの後です、この後40分。そうですね、右のハーフに入りましたね。さあこのボール気をつけたいですね。さあこの後、少し流れそうですね。さあ防ぎました。はい、ここですね。でも強いですね。さあ抜けました、山内選手のシュート惜しい。あと3分ですね。さあここも一つ目勝ちたいですね。ナイス中村選手。今ね鈴鹿ポイントゲッターズのサポーターの方も、滋賀さんのサポーターの方もすごい緊張してると思うんですけど、はい、さあナイスボール、惜しい。そうですね、その後ですよね。三浦康俊監督はもっとずっとね90分共に戦ってくれてて、毎回声が試合後はガラガラになって、で本当に熱い方なので選手たちはついていこうという気持ちになりますね。さあここも、ナイスプレー。さあここセットプレーですね、またチャンスですね。さあこの後、この後、この後
コーナーキック、ナイスプレー。さあロスタイムの表示が出ますね。残り4分ですね。ロスタイム残り4分です。そう、みんなで戦いましょう最後まで。そうですね、さあこの後来た、いやー今今井選手ですか、上田選手、惜しかった。さあもう一回もう一回、さあスローイン、さあ次だ次、ここ気をつけたいですね。2分、そうですね、さあ止まるかな、さあ次だ次だ、さあ裏にキック、惜しかったですね今山内選手、はい、もう1分切りましたか、さあここセットプレーチャンスです、そう劇的勝利を、さあここで試合終了の笛が鳴りました。鈴鹿ポイントゲッターズ対三尾琵琶湖滋賀2対2という結果になりました。北野選手どうでしたか。はいはいはい、
はい、はい、今日はね雨が降って中断もあって本当に、ね、難しい戦い方になったと思うんですけど、でも先ほども言った通り三浦康俊監督はどんな環境も言い訳にせず結果を出そうということを、ね、常に言ってくれているので、また次、ね、すぐ試合もあるので戦っていきたいと思います。三尾琵琶湖志賀さんもね、大変な状況の中今日試合開催できて共に戦えて本当に良かったですね。で僕たちはこうやって試合ではライバルですけど同じリーグに所属する仲間でもあるので共にね上を目指してまた戦っていけたらと思います。さあ今ねまた次勝てばポジティブになるっていう声も出てました。そう本当にねいかに切り替えてまた前を向いてやれるかが大事になると思うので、そうですね、はい、今日はね中断もあって、後半はね残り何分かっていう表示が出なくて皆さんにはねご迷惑をおかけしましたけども、最後まで、僕中村優斗との初めての、緊張してる慣れない実況の中最後まで見ていただきまして本当にありがとうございました。で僕たち鈴鹿ポイントゲッターズは今クラウドファンディングを、実施しております。でまたポイ活っていうものもやっておりまして、YouTube の方にですね URL 貼ってありますので一人でも多くの方に見ていただいて僕たちがどんなチームなのかでどんな思いを持ってサッカーをしているかというのを知っていただけたらと思います。今日はですね最後まで、ご視聴していただきまして本当にありがとうございました。